はい、ますね。今回はね、フリー戦やっていこうかなと思っております。ということで、今回使っていくのはこちらになっております。マイブラでございます。ということでね、今回使っていくのがこちらの投手になっておるんですけど、まあ、なんで使いたいかというと、まあ、適当にね、ガチャ券漁ってたら出たってそれだけっすね。うん、まあ、シゲノとマイムラで迷ったんですけど、まあ、リアタイで使えそうなのがマイムラかなということで、まあね、メジャーの原作好きの僕なんですけど、まあ、これ初めて言ったかな。まあ、とりあえずマイムラね、原作通りでも無双させていきたいと思っております。で、まあ、球種になっていくんですが、高速シュート4のフォーク、カーブ、スライダー1ということで、まあね、PR なんでね、性能が若干落ちてしまうのがちょっとネックっちゃネックなんですけど、まあね、変化量1でもね、まあ、脱三振があれば、まあ、変化量上がりますし、威圧感があれば、まあ、相手の能力を落とすことができるんで、まあ、これでね、強い感じにいけるんじゃないかなということでね、使ってみたいと思います。その前にね、ちょっとね、球種をね、打者目線から一回確かめてみましょう。はい、まずは高速シュートですね。まあ、大体変化量がこんぐらいなんで、まあ、合わせられるっちゃ合わせられるんですけど、まあね、そこそこ変化が早い系の球種なんで、まあね、いい感じに。まあ、詰まらせていけばなと思っております。ちなみに原作ではね、多分前村くんは多分高速シュートの変化量が高いのは、なんか追い込んだ時に高速シュートをね、右打者を内角に投げる癖があるとか佐藤落とし屋が見抜いてて、それでホームランぶち込んでた思い出があるんですけど、そういう感じの多分決め球なのかな、彼にとっては決め球だと思うんで、そういう感じで変化量が上がってるのかなと思っております。次フォークが、まあ、変化量1なんで、まあ合わせられるっちゃ合わせられるんですけど、あのフォークってなぜか飛びにくいんですよね。なんとなく個人的にそう思う。でこういう感じの微妙な変化であったり、まあね、主に使う点としては多分タイミングずらし的な感じで使っていくのかなっていう感じになるんで、まあ決め球として使うっていうよりカウント球として使うのが個人的にはいいのかなと思っております。スライダーですね。まあスライダーもまああんましね、まあ高速シュートと変化量変わんないんで、まあカウント球にもならないですね。一番使わない球種だわって感じなんで、まあ使わない感じっすね。まあ弱い。でまあカーブはね、結構使っていく球種になるのかな、うん、こういうのでもそう入るんだよな。変化量1なんでめちゃくちゃそうスレスレに投げても入るようになっているので、これでね、緩急差と、まあ、いろいろ狂わせつつ、緩急をつけていけたらなと思ってるんで、基本的にカーブを使っていくのかなと、まあ、合わされたら飛ぶんですけど、まあ、そこさえどうにかすればって感じなんでね。まあ、結構使えそうな気はする。では、ジャイロボールですね。こいつがね、前村の特徴になっているんですけど、まあね、球速は130キロ程度なので、まあ、浮き上がらないっちゃ浮き上がらないんですけど、いや、浮き上がらないし、あんまし、まあ、正味強くないんですけど、正味強くないんですけど、それでもね、強く使っていけたらなと思っております。そのためには、まあ、詰まらせる。まあ、緩急で詰まらせるってことですね。まあ、基本的にね、こういう系のオリストって、エフェクト出て、あ、ストレートだって即バレして、で、ポップするやつ以外だとね、簡単に合わされてしまうんで、そこら辺はね、気をつけていきたい感じですね。なんで、騙しやっていくしかないっていうのが正直なんですけど、まあね、うん、基本的にまあ、原作の前村くんは、もう、ジャイロボールでビシバシ抑えて、なんか、前に飛ばねーみたいになってたんで、そういう感じの再現できたらなと思っております。はい、ということで対戦よろしくお願いします。相手はくしくも重野くんでございますね。ということでやっていきましょう。おー、やばい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 、うーん、これはねやばいいやね、やばいわ。思ったところに球がいかない現象ですね、これは。なぜ使ってみた動画の時に限って絶不調なのか、前村くん。まあ、まずは、あ、ちょ合わない。んで、ジャイロボール。おー、よーしよしよしよし。いいっすね。もう、緩急勝負ですけど、なんか、うまくいってる。で、右打者が来ましたね。うん、右打者ということで、右打者ということは、原作再現ができるということなんで、原作再現していきたいんですけど、なんだこのラグ、何が起こる、おお、ボールかよ。中途半端なフォークだから多分ね、なんかいいことならないよ。来た来た、よし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 、来た来た来た。原作再現、右打者のインコースにシュートを投げ込む、これがね原作再現です。さあどうなのか。おおおお、来た、これが原作の前村。おお、1戦目でなんと成功してしまいましたね。これは嬉しい。あれ、これ最強じゃね。第9ランナースタートを切った。
で、これはほら詰まらせていくんだけど、まあまあまあ今のはね、これはね彼の自責ではないんでね、普通に投げる。甘い甘い甘い、ああああ、でもここで抑えたらまだ上出来な方だとは思うね。うん、おお、ジャイロボールと、いやーやばいやばい、いや取れるでしょ。はい、2戦目ですね、対戦よろしくお願いいたします。まあね、さっきのは脳幹ですよ、さっきのは脳幹なんで、まあね、こっからですよ、こっから、こっから、まあうまく抑えられたら、まあさっきのね、あの恥ずかしい、お恥ずかしい姿はね、まあ帳消しということで頑張っていきたいと思います。まあね、うん、さっきより黄色ゾーンがでかい、なんでビタビタに決め、うい、よし、でここで時たま投げる内角攻め、ジャイロボール、つま、はい、3戦目ですね、対戦よろしくお願いいたします。さあさあさあ、出番がやってまいりました。で本来ね、威圧感でミートパワー下げているはずなんで、そこそこ相手は打ちづらいと思うんですね。なんでね、自信を持ってね投げて、もしかしたら内角が効くかもしれないと、外角でして、さあさあ、いずれかやって、はい、よしよしよし、詰まらせていく、取れるよ、超超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 、何やってんの、危ね、今のボール球じゃないの、はいはいはい、前村君に勝ちをつける、取れるよ、あっち、あっかー、あっ、やめてやめて、ファール、はい、さっきと同じ人ですね、もうかそりすぎだろ。なんで、まあ、さっきと同じ人、つまり実質これはね4回の守りです4回の守りなんで、実質ね、あの試合続いてます。前村くんに負けはついてないんで、まだね前村くんは終わってないということで、やっていきましょう。よし、これは取れない、はいの、ジャイロボールと、詰まったけどな、今の、今のは実質詰まってたので無安打です、最強投手で。ここでフォークで若干タイミングを狂わせましょう。よいしょ、ケイ、はい、自責ゼロと。あ、さあさあ、もう何度も言いますが、まあね、点を取らないことにはね勝てないので、うん、もうバンバン点を取っていきましょう。おお、これ、え、落ちた、今の、第9投げました、これはいい当たりだ、いった。さあさあ、2回の守りでございます。まあ、前回と同じくね3点の援護が入ったんでね、まあまさかね、うん、だからちょっとさっきとデジャブを感じ、お前できるのか、お前ちょっと見くびってたけど、まさかいけるのか、これ守備範囲狭いだけとかそんなやつは知らないですけど、よし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 、いいね、このねファインプレーをね無駄にしてはいけませんよ、ということでやっていきましょう。はい、ジャイロボールは普通に打たない、まあこういう時はね緩急をね使うことが何よりも大事ですね。そう、緩急を使う、 OKOKOK、 ここでそう遅い球に慣れさせつつ、今回もちょっとだけ遅い抜けフォーク、詰まってる、よし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 、いいね、ボール球を振らせることが大事で、ここでジャイロボール、待ちに待ったジャイロボール、ただまだ逆転されてないんで実質自責ゼロということでね、 OK、 はい、もうちょいね追加援護射撃してあげましょう。ごめんなさい、やばいやばいやばい、ゼロ点はやばい。でもね、このね1点を守りきるのがエースなんでね、ということでね、エースっぽく抑えて、最後抑えてね締めたいと思います。よし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 、 OK、 ワンナウトワンナウト、よしよしよし、いいねいいね。でここで、インコースのボール球、そうインコースはねボール球をね使うのが大事ですと。うん、なるほど。でここでソロボチ、ここぐらいのカーブでもストライク入るようになってんじゃね、バテバテカーブ、よし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 、オッケー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 。んーで、フォーク、今度はフォークと抜けフォーク、よし、オッケー、
よし、オッケー、よしよし、あと1個でついにみゆきくんを勝ち投手に、みゆきくんじゃねえ、前村くんを、勝ち投手にすることができる。まずはインコースシュート、取っただろ、よし、ということで決め球はやっぱりシュートでした。ということで次の動画で会いましょう。バイバイ。